今年の第1クォーターの実績としては、売上が121億2100万円と、営業利益が6億8900万円だったというところで、出張訪問買取事業の主要 KPI ですね。これは買取事業者さん必見ですね。入り時。で、これです。さあ、バイセルさんがですね、5月に決算発表を行いまして、それを受けて3日連続株価続伸と、年初来高値を出すと、今年の最高値を出しているというところで、かなり調子が良かった決算となっております。何が起きているのか見ていきたいと思います。売る時で月に100万円以上の利益が出ている買取店が増えてきてます。今なら買取集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。はい。まず、こちらですね。第一四半期の業績ハイライトです。バイセルさんは12月決算なので、こちら第一クォーター1月、2月、3月の実績になりますね。今年の第一クォーターの実績としては、売上が121億2100万円と、営業利益が6億8900万円だったというところで、 EBITDA にするとなんと10億円を超えていて、10億1100万円だったということですね。3ヶ月間の業績ですね。で、バイセルさん結構 M&A しているので、のれん代が加算でいるというところで、まあ EBITDA にするとこれだけ売上があるというところで、まあどれだけ稼ぐ力が今あるのかというところで、これを掲載されているということですね。なので、まあ3ヶ月間で10億は稼いでる会社ですよというところです。まあ昨年の第1クォーターと対比した時に、こんだけ伸びてますよと。売上だけでもですね、33.8% も伸びてますと。利益に至っては、営業利益だったら 28.7% で、まあ調整後 EBITDA の方もですね、25.1%と、1年間で売上が 133% になっていて、利益に至っても 125% になっていると。まあなんで業績良かったんですかというところの文章を読むと、ちょっとピックアップしたいところとしては、まあ、前年に苦戦した出張訪問買取事業は、外部影響がなくなり、問い合わせ獲得が堅調に推移したことに加えて、戦略的に強化しているリピート訪問の獲得が進んだことから、出張訪問数は計画通り着地したというところなので、まあ本業調子良くなったってことですよね。問い合わせ数がまあ堅調に推移したということと、リピートですよね。これリユースで買取ってリピート獲得するのって苦戦しますよねと、リプロの CMO の藤さんとの対談でもありましたけど、これリユース後が結構ですね、この CRM 難しいんですよね。で、そこが強化されているというところなので、これはバイセルさん素晴らしいなというところと、まあ、業界としてもですね、これ希望の光ですよね。まあ、そういうことができるんだということになるので、自社でもいろいろ工夫すれば、まあ、まだまだ成長力あるんだなというところが、まあ、見て取れるということですよね。業績予想修正ということですね。これですね、株価が上がったのは。もう情報修正しているんですよね。第1クォーターの数値を見てですね、まあ、今期の着地予想は524億8000万円の、これを着地予想としていたんだが、ここ590億7000万に情報修正したと。計画よりも 10% 以上の乖離がある場合は、修正申告するんですよね。で、ここが 12.6% というところで、事業がうまくいっているという証拠ですね。で、調整後 EBITDA の方でも、まあ、49億1000万円の、まあ、利益を出すというところが、54億3900万円も利益を出すというところで、こちらでもですね、10.8% の情報修正をしているということですね。じゃあなんでそんなに情報修正できたんですかと、今年の、まあ、期首の計画から、まあ、何がそんなに変わったんですかというと、今年3月ですね、結び社ですね、あの買取結びですよね、あそこを買ったことによってで、情報修正しているということですね。結びさんのですね、売上が直近の年商で言うと49億あるんですよね。なので、この65億のうちの49億っていうのは、まあ、結び社の M&A によるものですよね。で、もちろん、本業もある程度伸びているというところもあるとは思うんですが、計画通り着地って最後書いてあったので、まあ、それがね、まあ、どこまで加味されているのかっていうところはあるんですが、まあ、少なくとも65億のうち、ほとんどのものは結び社さんですよね。昨年49億なんで、まだまだ結びさん伸びる可能性あって、結びさんのですね、直近3カ年の売上見てみると、12億、29億、49億みたいな売り上げの上げ方してるんですよね。ここもですね、きっとまだまだ伸びるので、ひょっとしたらですけど、この65億の情報修正っていうのはほとんど結びさんになる可能性もあるかなとは思いますね。売り時で、まあ、今回の会社別業績ハイライトということで、バイセルさんって M&A かなり積極的にやってきてますと。まあ、タイムレスさんですね。と、フォーナイン若葉さんのところですよね。あと、日創さんですね。ブランド買取とかやってるブランドピースさんですね。で、ここの M&A までが売上の個性費として書かれてますと。バイセルさんのいわゆる、まあ、主力事業のところ、ここはまあ、売上の 57% なんですね。過半数以上ではあるので、まあ、これを多いよねと見るのか、逆に言うと M&A 先が 40% 以上占めてるのかと見るのかは、それぞれ見解の違いはあるでしょうが、バイセルさん単体としても、まあ、第1クォーター買取順調だということで、 YOY で 2.5 倍にまで増加しているということですね。で、タイムレスさんも、まあ、タイムレスさんオークション強いですからね、金相場今年上がってますからね、ここがまあプラスに寄与してますよということと、まあ、オークション絶好調だということで、
作態で 40% も売り上げを上げてますよと。で、フォーナインさんも作態で 38% 売り上げ上げてるということなので、まあ基本的には全部絶好調ですよね。まあ店舗を増やしてるっていうところもまああるのかなとですね。出張訪問買取事業の主要 KPI ですね。これは買取事業者さん必見ですね。毎回ここまで細かく、まあ、開示してもらってるので絶対読んだ方がいいですね。まず冒頭に書いてあるのが、出張訪問数はリピート。ここの強化施策が走行し、前年同期比プラス 8.7%。通期計画に沿った進捗であると。で、第1クォーターは季節性により広告宣伝費の投下が大きいが、計画に沿った進捗であると。強みとするイネーブルメントの成果により出張訪問あたり売上総利益が増加し、イネーブルメントっていうのは営業組織を強化するとか改善するっていうことですね。まあ、それによって、まあ、売上のあらりが上がって、出張訪問あたり変動利益はプラス 3.0% で着地していると。買取が順調に推移し、在庫を積み上げられていることから、まあ、第2クォーター以降の販売により出張訪問あたり売上総利益が増加する見込みだと。これでも5月にもう出してる資料なんで、まあ、ある程度見えてるわけですよね。まあ、第2クォーターのもう半分ぐらいは差し迫ったタイミングで決算発表してるわけですから。なんでここの販売はまあ、調子いいっていうことでしょうね。で、まあ、KPI 推移が年間を通じての比較と、四半期での比較ですね。で、今回第1クォーターしかまだ今期は終わってないので、年間で見ちゃうと季節要因ずれちゃうんで、まあ、アップルとアップルで見るためには、まあ、下で見た方がいいのかなとは思いますね。なので、昨年の第1クォーターとの対比で見ると、まあ、わかりやすいんじゃないのかなというところですが、昨年だと、第1クォーターは出張訪問件数は 57,724 件だったところ、今年は 62,744 件と、8.7% もアップしてますよと、1出張訪問あたりの変動利益。というところで言うと、変動利益っていうのは出張訪問あたりの粗利から出張を獲得するための広告宣伝費を除いたものですね。で、それで言うと、まあ、昨年の第1クォーターは 47,57 円だったと。それが今年は 41,998 円ということで 3% 改善していると。より収益性が上がっているということですね。その内訳としては、粗利が伸びたのか、広告宣伝費を削減できたのかっていう観点で言うと、実は広告宣伝費は上がってるんですよね。1訪問獲得あたり 18,729 円だったのが 19,907 円になってるんで、広告費は 6.3% 上がってますと。ただその分粗利も上げてるんですよ。粗利がまあ 59,487 円のところから 61,905 円にまで上げてるんで、いわゆる広告費の上がり幅よりも粗利額の上がり幅の方が大きいから、結果として変動利益も上げることができたと。今これだけ流通業界調子いいですから、各社広告どんどん出して、とにかく件数作っていきましょうというところなので、広告宣伝費は上がっていきますよね、当然ね。まあその中でも 6.3% の上げにとどめられているというところはやっぱりさすがなんじゃないですかね。それ以上に粗利を上げていきましょう、そっちの企業努力も重ねていきましょうというところで、そっちが強いですよね。販売がどんどん強化されてるのかな、やっぱオークションも持ってるしね。トラファクさんとかもオークションやられてから営業利益率めちゃめちゃ上げてきてますからね。まあもちろんオークションが絶好調だというところもあれば、それ以外の 2C への販売戦略っていうところも調子がいいということなんでしょうね。まさに今話したところですが、その他の KPI というところで左上から見ていくと、問い合わせ数ですね。これは毎年ずっと伸びてますと。で、 CPA っていうのは1件の問い合わせにかかる広告宣伝費ですね。これは先ほど申し上げた通り広告宣伝費上がってきてるんで、当然ここが上がってると。訪問あたりの広告費、これが 19,000 円って話してたわけですね。ここで言う CPA が 11,943 円だと言っているのが、なんでここにズレがあるのかっていう話なんですが、これあくまで問い合わせなんで、これ問い合わせが入ったからって全部訪問につながるわけじゃないじゃないですか。まあその問い合わせの中からどれだけ実際の出張訪問につなげられるのかっていうところが、まあ勝負になってくると。中の数字がどうなってるのかって見えてないんで、まあ、ひょっとしたら若干数字違うかもしれないんですが、この2つだけを見ればですね、1訪問あたりの広告費に対してこの CPA が、まあ、ちょうど 60% なんですよ。この 11,943 円で仮に100件問い合わせが来たら、そのうちの60件が、まあ、出張訪問できてるよと。まあ、単純にここだけの数字を見れば、そういうような読み替えができるかなと。まあ、流通業者の皆さんだったら、このあたりの数字は見られてると思うんで、まあ、この問い合わせからの訪問率 60% というのを、まあ、どう見るかっていうところですね。まあ、出張訪問の社員数、これも増えていってますよということと、高ランクアポイントメント比率ですね。ここが上がっていけば、粗利率は上がるわけなんです。が、バイシエルさんのこのランク付けは、まあ、想定粗利額に対してランク分けてるんで、ここがね、高まれば、あの、1訪問あたりの粗利額は上がってくると。で、ここが下げ止まってるんですよね。去年ちょっと下がってきたんだが、まあ、ここが上がってきてるというところですよね。で、加えて、通信販売のところの比率も上がってるというところで、直接エンドにね、売れる力があれば、その分高く売れますから、利幅取れるわけですよね。もちろん、オークションで販売していくっていうことと、通信直接売るっていうところで言うと、まあ、利益は高いんだが、その分、在庫で持っちゃう期間が、まあ、伸びちゃうよとかですね。その間に相場が崩れるとか、まあ、いろんなリスクがあるので、リスクの分利益上がるんで、ここを上げていきましょうと主要 KPI としてるわけですから、ここを 30% まで持ってきますよと言ってるわけなんで、まだまだ伸ばしていくということですね。まあ、先ほど M&A の話ありましたが、買取結びさん以外の店舗数のところですよね。まあ、バイセルさんの店舗も26店舗に増えていて、まあ、タイムレスさんと同じぐらいの店舗数になっていると。で、まあ、49さんはね、もともと店舗数持ってらっしゃいましたから、それでもやっぱりまだまだ増えていて226店舗で、今期は238店舗まで伸ばしていきますと。で、ブランドピースさんは5店舗で、まあ、今期はあと1店舗増やすとですね。買取結びさんは45店舗あるので、まあ、今期の目標としては、まあ、350店舗にしていくっていうところ。
かね、全部合わせて。それらを踏まえて改めて今期の方針ですね、どのような戦略で今年バイセルさんは営業を行っていくのかというと、一つが機種計画は前年実績及び事業環境の見通しと踏まえ現実的な水準で設定していますと。前期の出張訪問買取事業における外部要因影響はなくなり、当期の事業環境の見通しは改善。一方でこれまでの拡大戦略になり主にコスト面における課題を意識していることから、販管費全体の投資リターンを厳格化すると、コスト削減しますと。コスト削減というか、まあより効率化していきますよと、無駄を削っていきますよとですね。1人当たり営業利益の向上を戦略目標とし、 FY25 以降の成長への基盤を作ると。2つ目はですね、出張訪問買取事業におけるマーケティング費用対効果の適正化。前期は外部要因影響によりマーケティングの費用対効果が著しく悪化したと。当期は再び効率的な出張訪問数の増加を目指し、前期並みの広告費で出張訪問数をプラス 9% へと伸長させる。1訪問あたりの広告単価が高くなってきているから適正化にまで戻していきましょうというところですよね。で、余談なんですけど、外部要因影響という言葉がですね、結構多く出てきていて、今回だけじゃなくて今までの決算資料でもですね出てくるんですが、いろいろ想像できるんですけど、まあ例えば円安になってるとかインフレになってるとかあるんですけど、何のことを言ってるのかちょっといまいち私分かってない。この外部要因影響というのはバイセルさん具体的に何を指しているんだろうっていうのが、これもし分かる人いたらコメントください。去年のですね第3クォーターの決算では、まあ外部要因なので、まあ季節性のところで残暑の影響を受けて少し訪問数が低下しているみたいなことは書いてあったんですけど、それよりも前の、まあ、夏じゃない季節の決算資料にも外部要因影響って書いてあるんで、そういったことだけじゃないと思うんですよね。なのでもし何かここ分かる人いたら教えてください。3つ目としては店舗買取事業の継続強化ということなんですけど、店舗買取事業の業績及び店舗数は成長を加速させており、 M&A もオプションとしながら積極的な事業拡大を推進していく。またグループ店舗はすでに5社350店を超える規模となり、グループ店舗間の連携を強化することで出店効率化や販路の強化へとつなげていくと。 FY24 の利益計画は前年のコロナリバウンド、金相場高騰による業績向上効果を同様に見込まないこと、新規出店投資に伴うコスト増を見込んでいることから横ばいであると。店舗まだまだ増やしていくぞというところで、まあ、M&A もオプションとしながらと、まあ、今回のむすびさんの件もそうなんですけども、この M&A まだまだやっていくぞというのがうっすら見えるなと思っているのがですね、今年の3月に新たに社外取締役が増えてるんですが、渡辺さんという方が社外取締役になってるんですけども、その方はもともと日本 M&A センターで取締役をやってらっしゃる方なんですよね。そういった方を社外取締役に招き入れてるわけなので、まあここは M&A やるぞというように、まあ見て取れますよね。で、4つ目としては中期成長に向けた新規投資と、中長期の成長に必要な先行投資を予算に反映してますと。で、通信販売強化に向けた販売機関店の出店、海外販路の拡充、自社 EC の強化等への投資を計画と。先ほどの KPI 通信販売 30% まで持ってきますよというところですよね。で、ここを上げることによって1商品あたりの販売額は高められますからね。 2B 販売であればいろんなものが短期間で売れるっていうところがメリットなんですが、まあその分単価感で言うと少し安くなるわけですよね。ここを直にエンドで売れるということであれば、一商品あたりの売上単価は上がってきますから、ここに対して投資していきますよということですね。転職を考えている方、一緒にリユース業界を盛り上げませんか？売り時では全ポジション積極的に採用しております。詳しくは概要欄から。いかがだったでしょうか。バイセルさんの情報修正とですね、具体的にこういう風に攻めていくんだぞということが示された決算資料だったんじゃないのかなと思います。ということで、このチャンネルではリユースに関する情報をお届けしてまいりますので、この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いいたします。それではまた、動画でリユース。